皆さんこんにちは、ベトナムハノイの奈々ちゃんです。今日は私のおすすめするピザ4ピースに行きたいと思います。それでは行きましょう。ハノイの、ピッツァ4ピースにやってまいりました。ここはね、実は人気店でございまして、このね、11月の末でなんと麻布にもできるそうです。それでは早速行ってみたいと思います。はい、奈々ちゃん、はい、このピッツァ4ピースですけど、はいはい、平日の昼間からもう満席ですよ。あ、そうですね。なんでこんなに人気なの？ここって、まあ、日本のピザ屋さんなんですよね、まあ、日本のピザ屋さん。そうです。もともとホーチミンで日本人のオーナーがやってまして、そのホーチミンが結構人気が出たから、今度はハノイとかこうベトナム各地でもうやるようになったんですよ。なるほど。ちょっとね、さっき言ったんですけど、麻布でもできるわけですよ。そうです。日本はあまり展開してない。ちょっとわかんないんですけど、だからまあ照り焼きのね、メニューがあったりとか、日本酒があったりとか。そうですね、日本的なメニューがね。なるほど。はい、ピザはね、本当にこうして釜に入れてね、焼いてますよ。撮影のね、許可いただきました。はい、ということで1品目、じゃじゃーん、見てください。カニです。カニ、はい、カニですね。実はね、ここ今日2回目で、いや、これ食べて美味しかったんですよ、で、ベトナムってさ、結構カニ多いじゃん。そうですね、ルンジオとかもカニ、あやまもカニ味噌ですけど、カニだし、あとカニ味噌鍋とかもありますし、結構カニ好きなんですよね。そう、だからベトナムのね、カニ美味しいんですよ、で、まあ僕はちょっとね、食レポは苦手なので、ぜひこれを見て味を想像して楽しんでください。見てくださいね、人の顔ほどの大きさのピザです、これはね、僕と長ちゃんの趣味で、まず頼んだピザなんですけど、ここのね、ピザって、このホールピザをこう半分に分けて、ハーフ&ハーフっていうね、形でこう自分たちが好きなピザを、まあ、半分ずつ選べるわけですよ。そしてこうお好きな形にね、こう切ってくれるわけですね。はい、ということで2品目来ましたよ。これは何でしたっけ？チーズ、ブラッタチーズだっけ？はい。ゴーストバスターズだよね。まあ、マシュマロマンじゃないですね。マシュマロマンに似てますけど。こっちは洋風のやつで、こっちは和風なね、サーモンド、味噌のやつがありますね。ネギが乗ってるんですけれど。なんと店員さんが来てね、カットしてくれるってことで、OK、プリーズカットしてください。OK、OK。カットお願いしますね。お、見てください、マシュマロマンが。マシュマロマンが。おー、おー、チーズが破れていく。ブラッタチーズ。ブラッタチーズ。ブラッタチーズ。Made from cream cheese and mozzarella. クリームチーズとモッツァレラですね。Yeah. OK。美味しそう。Enjoy your meal. ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。Let's go!Thank you.
Thank you.